はいどうも。ハギチャンネルでええやん。カキちゃんチャンネル。えー、皆様、チャンネル登録、コメント、高評価。できればよろしくお願いいたします。お願いします。さあ、というわけでございまして、西日すごいな、おい。何や、これ。<laughs> 西日えぐいの。えー、というわけでございまして、えー、今回はですね、えー、もう過去に何回かあげてるんですけども、ちょっと久しぶりの企画といいますか、まあ、ご報告、発表みたいな感じですかね。行きましょうか。今日は、吉本の収入公開。 <laughs> そんな楽しみでもないか <laughs>。あの、過去にね、何回か吉本の給与明細公開しますみたいなやつでね。あのー、最近、えー、っと、YouTuber のプロタンさんとかがね、収益が5分の1ぐらいになったみたいな話とかもありまし、じゃあ、私ハギはぎっちゃん。あたくはぎっちゃんももちろんね、あの、再生数が、えー、見ての通りでございますので <laughs>、全然、全然ないんでございますけども、あ、救急車来てるや うしゃおい、勘弁してくれよ。年上げてからやめてくれ、そんな。健康第一やで、みんな。えー、というわけでございまして、ちょっとじゃあ、給与明細の方、発表しましょうか。今日はちょっとね、もう封筒もね、持ってきてないんですけども。はい、これね。吉本工業株式会社っていうね。あの、すごい方だったらね、この紙が何枚も何枚も送られてくるわけですけども。えー、私、はギちゃんはですね、まあ、今、吉本の仕事で言うと、 まあ、ほとんどないですね。ライブも出てないですし、あのー、やっているので言ったら、ええー、私の YouTube とか、まあ、それぐらいですかね。ああ、吉本仕事、YouTube、吉本仕事って言ってもね、僕が趣味で今、やってるようなもんですから、ああ、YouTube と、たまーに入ってる MC とかですかね、主に。今、吉本から、ええー、振り込まれてくるのはそんなもんです。ええー、振り込まれてきてるほとんどのギャラうん。全部 YouTube。 うん。YouTube オンリーですね。YouTube オンリーでどれぐらい稼いでるかっていうのが丸分かりするっていう感じですね。もう過去に長回見してるんでね。はい。別に、これを見せてどうのこうの、どの仕事がいくらとかそういうのじゃなくて、今私が YouTube でどれぐらい稼いでるのか、というのを発表したいと思います。いきます。こちらでございます。はい、見えますかね ?19857 円。 1> 1万 9, 円というわけで、約2万円ですね。はい。約2万円が私の今現在、えー、まあ現在というか、直近で振り込まれた、えー、YouTube の収益でございます。僕の温度感でいいですか僕の温度感で言うと、まあまああるなーっていう <laughs> 感じですね。っていうのもやっぱり、あのー、YouTube は、 昔の動画とかどんどんこうストックされていって、それも再生されるとそれが広告収益になったりするんで、なんかちょっとこう資産的な感じで動画が残ってるっていうのはすごいありがたいですね。はい。だから月2万って考えると結構いい。うん。まあ、僕の場合は <laughs>、今会社のね、あの、株式会社ピヨピヨ、はい、こちらですね。ピヨピヨ経営貨物。はい。ピヨピヨ経営貨物が今本業みたいになってるんで、<laughs> 株式会社ピヨピヨ、社長芸人の社長がね、ほとんど今本業になってるんで、 芸人の部分は今副業みたいになってるんですけど、副業で月2万稼げたら、まあまあ、いいかなーっていう感じでございますね。まあ、副業みたいな感じでね、2万入ってくると思えば、なかなかいいなーっていう感じですね。はい。割合も吉本から引かれて2万円ですから、はい。他のフリーの人だったら、ね、それこそ個人事業主の方とか、 えー、普通のユーチューバーの方だったら、会社の通してないフリーの方だったらね、あの、そこから、えー、引かれるみたいなこともないので、もうちょっと稼げてんのかな、っていう。<laughs> 最近よく言われんな。お前いつまで吉本おんねんって。吉本おる意味あるとかね。うん。い、いさせてよ <laughs> 吉本いさせてよ吉本の人に言われるわ。いさせて吉本いさせて <laughs> 好きやねん。<laughs> 好きやねんよ。<laughs> まあ、吉本らしいこと、芸人らしいことなんもしてないですけどね、最近は。まあでもちょっと YouTube がね、本当にね、僕の今、息抜き、楽しみみたいになってるんで、まあそれでこんな感じで、あの、収益が出てるのは僕はすごい嬉しいなと思って、ただの趣味だけになってしまうとなんか、ね、生産性ないかな、みたいな感じになってしまうんですけども、趣味やりつつちょっとこう、副業みたいになってんのが、すごい私にとっては、なんかこう、心の今、モチベーションとしては YouTube 頑張ろうとか、そういう気持ちにはやっぱりなりますね。なんか、 最近楽しいのよね。YouTube 撮ってるの時が一番。会社のね、仕事、株式会社、ピヨピヨピヨ系、ピヨピヨ系貨物の仕事ももちろん楽しいけど、なんかこう、それだけやってるとやっぱりこう、たまには気分転換したくなるというか、もちろんね、奥さんとなんかお酒飲んだり遊んだりとかも楽しいですし、友達と遊んだりするのも楽しい気分転換なんですけど、なんかそうじゃない。やっぱりもともとずっと芸人しかやってこなかった人間のバカたれちゃんなので、<laughs> なんか、ちょっとこうやっぱ、 なんかおしゃべりとか、YouTube の企画みたいなことやってる方が楽しいんで。まあ、最近はね、ちょっとこう、YouTube も撮れてなかったんで、今年2023年はね、あのー、ちょっと本当に夜撮っていきたいなと、新年の挨拶でも言ったんですけど、撮っていきたいなと思っておりまして、楽しいんですよ、最近は。だからまあ、お金どうのこうの、まあ今ね、あのー、収入これぐらいです、みたいな発表したんですけども、YouTube のお金がどうのこうのっていうよりかは、 なんかほんま再起は取ってて楽しい。なんかもっとこんなことやりたいな、あんなことやりたいなあが、まあ忙しい中でもこう考えてやれるように、うーしていかないといけないなと思ってるところで。ちょっと皆さんよかったら、あのー、まあね、私のチャンネル登録しても、イケメンも出えへんし、可愛い子ちゃんも出えへんし、うん、スーパー楽しい愉快企画があるわけでもないし、うん、ためになる知識話すわけでもないし、<laughs> 誰が見んねほな、そんな企画。 <laughs> まあでも、ちょっとこう、最近私は楽しくやれてるんで、もしよかったらみんな、こう、見ていただけたらなって思います。コメント欄とかでもね、コメントくれたら、どんなコメントでも構いません。もらえたらテンション上がりますんで、あのー、皆様、今年2023年、ね、ハギちゃんチャンネル、ぜひともよろしくお願いいたします。もちろんね、株式会社ピヨピヨ、ピヨピヨ経営貨物、えー、こちらの方も頑張っていこうとは思ってるんで、はい、というわけで、えー、私の、今月、2万円でした。